こんにちは。こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。今日は、横にいている、とある先生と対談を送っていきたいと思います。はい。お願いします。じゃあちょっと自己紹介してもらっていいですか。はい。はい。岩橋良平と申します。今ですね、大阪の池田市というところで、産後の骨盤矯正と、はい、あとは腰痛の治療をメインにしている整体院です。はい、ありがとうございます。で、なんで今日岩橋先生とこうやってお話しさせてもらってるかと言いますと、岩橋先生、開業が今年の何月でしたっけ？4月ですね。4月ですね。で、まあ、開業する前にね、僕の、とあるこう、まあ、塾に参加していただいてて、そこでまあ集客、治療院経営のことについて、まあ、アドバイスさせてもらってて、まあ、開業されて、まあ、現在は100万という売り上げですね、一人治療家が目指す売り上げというのを到達されたんで、まあ、どういう感じでここに来たのかっていうのをお話しさせてもらえたらなと思い、はい、今日は時間をつけてもらいました。はい、はい、で、まあ、実際ね、開業されてどんな感じですか？こう集客具合とか治療院経営っていうのはどんな感じで進んでいきましたかね？まあ、一旦あの50万ぐらいまでは割と来たんですけども、まあ、そこ取りましょうか。はい、ですね。50万ぐらいまでは来たんですけども、はい、途中でやっぱ止まるんですよね。なんか新規が来なくなったりとか、うんうん、なんか売り上げが止まったりとかしてて、はい、でホームページも自分で作ったやつがあったんですけども、うんうん、全く反応が出なくて、うんうんうん、でなんかもう文字もなんかもうバラバラやし、はい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 、でこんなん人見にくいやろみたいなホームページになってたんですよね、うん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 、でそれでもうちょっとどうしようもなくなって、はいはいはい、で売り上げも伸びないし、うん、これはちょっとまずいってなって、それでちょっと前川先生にあれですね、うん、ちょっと相談させてもらったっていう感じなんですね。なるほど。まあ結構ね、この50万60万でつまずいてる先生方が結構多いと思うんですね。あ、うん、僕も相談とか来るときにやっぱり50万からまあ80万ぐらいかなでつまずいてる先生がとても多いんですけども、うんうん、岩井先生でもその時ってなんでつまずいてたと思いますか？なんでつまずいてたかですよね、うん、まずは単価が低かったっていうのと、はいはい、あとは集客が少なすぎた、うん、新規の数が少なかったりとか、はいはいはい、そういうのがあったりしてましたね、うん、メインの2つとしては。で、まあ、ホームページからの集客少ないってことですけども、はいはい、どれぐらいの数字がそこから集まったんですか？前田さんにアドバイスもらって、ね、前はい、あ、してもらってからですよね。あ、してもらう、まずする前どんな感じだったんですか？してもらう前はですね、作って 3,4 ヶ月で、はい、ゼロだったんですよ。おー、すごいですね、それは。全く反応しないみたいな。うーん、作ってる意味がなかったんですよね。はい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 、でもその時って、なんで反応ないんやろって思ってましたか？そうですね、なんか作れば、うん、とりあえずなんか反応は出るやろうと思ったんですけど、うんうん、何も出ないっていうね。うん、甘くなかったわけですね。甘くなかったですね。なるほど。まあそんな状況で、まあ、チラシとかね、岩先生頑張ってされてたんで、はいはいはい、まあ、そっからとかあと紹介が多かったんですかね。紹介の方が多かったです ね。それでまあなんとか50、60まで行ってて、でもそっから伸び悩むってことで、で一気に40ぐらいまで下がったんですよ。怖、そんな。そうなんですよ。57ぐらいで、あ、このままちょっと60、70ぐらいまで行くかなと思って。はいはいはい。でいきなり40ちょっとぐらいまで下がってもうんで、うんうんうん、これはまずいってなって、なるほど。まあそんな時にね、ちょっとお互い時間があってちょっとアドバイスする機会があったんですけども、はい、まあホームページね、反応ないってことでちょっとアドバイスさせてもらったと思うんですけども、うんうん、まあ実際僕言ったことそんな大したこと言ってないと思うんですけど、あの時何言ったか覚えてます？僕まずは見栄えであったりとか、うん、あとは見出しの部分なんて言うんでしたっけ、あれ見出しなんて言うんでしたっけ、一番上のヘッドラインですか？あ、ヘッドライン。ヘッドラインを変えるとか、うんうん、あとは体験談を載せるとか、うんうん、あとは文字の感覚とか、はい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 、そういう細かいところですよね、うんうん、だからその流れが悪かったりとか、うん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 、だからそういうのがやっぱりありましたね、うん、そうですね。あとはこう岩先生の場合、理由っていうのがね、なんでちょっと地域が高いかっていうね。あ、そうですね。そこが一番大事だったんですよね。あ、そうです、そうです。金額がね、8000円だったんですけど、はい、2回目からがですね、うんうん。で、他の院よりやっぱ高いんですよね。うん、その、相場としては高いんですけど、はい、
その理由をやっぱ書いてなかったんですよね、うんうんうん、でもあの前川先生に、そこの理由を書いた方がいいよって言われて、うん、で料金のページにその分を文章ちょっと加えたんですよ、はい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 、だそっから反応がめっちゃ上がりだして、うん、そっか。でもそっか、まあ上がりだしたら具体的にどれぐらいになってきました数字って。その月は10人ぐらい来たんですよね、はい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 、でそれ10人ぐらい来て、うん、でそっからの売り上げっていうのが20万後半から30万ぐらいいったんですよ。うん、それで一気にガンって売り上げが上がってる感じになったんですよね、はい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 。まあ、そこからね、岩田さんいろいろ工夫されて、まあ、回数券入れたりとか、はいはいはい、あと前払いも、あ、そうですね、したよね。で、そういうことやっていって、先月でしたっけ、記録更新したのは。そうです ね、先月最高記録。で、どれぐらいだったんですか。101万ぐらいまでいきましたね。ギリギリ更新みたいな感じですね。そうなんですよ、なんとかいったんですよ。なるほど。そっか、101ですね。そうなんですよ、はい、なんとかね。でもね、一応一人治療家さんがね目指す数字っていうのは達成されてるんですけども、はいはい、まあ、実際今と到達した時と、うんうん、その到達しなかった時と比べてご自身の中で何かこうここが変わったなとかってありますか。あ、案外何も変わらなくないですか。あ、でも結構到達したら変わらないって言いますけどね。案外なんか変わらなくてこんなもんかみたいな感じなんで、で100万なんかクリアしたらまた次目標が出てくるんですよ、なんか不思議と、うん、100万いたらまた次行こうみたいな感じが出てくるんで、特に生活水準が変わるとか、うんうんうん、あんまりそんなはない感じはしますね。次どれぐらい目指すんですか。次はまずは150をとりあえず短期的ね、短期的な目標にして、それ行ったら次200を、なるほどなるほど、行こうかなと思ってますね。そっか、すごいですね。いえ、もうそっか。ならまあ、今こうやってね見てくれてる方でやっぱりそこ100っていう数字なかなか到達できない方が結構おられると思うんですけども、はいはいはい、その方たちに対して何かこう、まあ、アドバイス何かあれば。あ、で僕もこれ思うんですけど、はい、100万以下の人と付き合わない。あ、なるほど。で100万以上行ってても、うん、120万とか130万の人多分あんま意味がないと思うんですよね、うんうんうん、だからそれをもっとはるかに超えてる180とか200万超えてる先生とか、そういう方たちのやっぱアドバイスを聞くっていうのが大事かなと思うんですよね。だから30万とか40万の先生と絶対付き合わないようにするっていう。なるほど。でも120、30の人はなんでこうあんま意味がないと思われるんですか。あんまり変わらないっていう感じですよね。でもやっぱり120万と、うん、多分200万ってやってることとか、うんうん、脳の仕組みがちょっと違うと思うんですよね、うんうん、話聞いてても全然違うので、はい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 、だからもし運が良くて120万やったかもしれないし、はいはいはい、でも運が良くて200は多分いけへんと思うんですよ、うんうんうん、だからそういう意味で、あんまり意味がないんかなっていう感じはしますよね。じゃあ、まあ、まぐれで200は出えへんなって感じですね。まぐれで200はちょっと違いますよね。ちょっと違うレベルなんですね。ちょっと100と200ってやっぱり、そうですね、100って頑張ったらいきますもんね。なんか頑張ったらいきます ね時間をね使えば。そうですね、なるほど、わかりました。まあ、そんな感じで、まあ、ちょいちょい頑張っていけば100万ね、まあ、いけるかと思うんで、まあ、ぜひこんな感じで到達してる人がいてるんで、ぜひあの動画見てる方も頑張っていただけたらと思います。はい、ではまたどこかでお会いしましょう。はい、さよなら。さよなら。